紫川信号場は、福岡県北九州市小倉北区に所在した、九州旅客鉄道鹿児島本線、日豊本線の信号場である。両線の重複区間に存在するが、実質的には、鹿児島本線の単独信号場である。小倉駅構内の紫川橋梁改良工事が進められ、工事スペースの関係上、橋梁部分の貨物線が単線化されるために、 設置されたのが東信号場である。また、工事完了とともに廃止され現存しない。かつて紫川に架かる橋はガードなし鉄橋だったが、2000年9月11日に東信号場が開設されて以来、貨物線の単線化とともに、当初は鹿児島本線旅客下り線部分の未単線系の仮設鉄橋が設置され、貨物線から順に2線ずつのペースでコンクリート橋への 改修工事が進められている。所定の貨物船の工事を終えて、鹿児島本線旅客船部分の工事に取り掛かったのは2003年10月半ば頃で、所定の貨物船部分及び、鹿児島本線旅客船用のボーリ船部分はすでにバラスト軌道で完成している。日報本線部分は未着工の鉄橋で、コンクリート橋で、完成済みの鹿児島本線貨物船用船及び、 旅客専用線部分と比較して、線路の高さが一段低い状況である。2007年11月17日深夜から18日未明に、かけて、所定の鹿児島本線旅客専用線部分の工事を終えて、鹿児島本線旅客専用下り線のみ、仮設鉄橋から所定の上り線部分へ移設されたため、仮設鉄橋部分はしばらく使用停止とされた。 2008年11月20日時点では、所定の下り線及び単線型の仮設鉄橋部分は、新たなレール、枕木、バラスト整備が行われており、2009年1月1日19時30分から1月2日未明にかけて、日豊本線上り線及び下り線についてもそれぞれ仮設線路への切り替えが行われた。この仮設切り替え後は、日豊本線部分の改修工事に取りかかる、 予定である。北九州市の都市計画の一環で行われている、この橋の改修工事は2011年度まで続く、予定となっている。ありがとうございます。